ホミンがお昼ご飯準備してる。ご飯とキムチとチキン。どうだろうね、そのチキン。なんかトマト煮に、トマト煮みたいな匂いだね。すげえ。ん？すげえ素朴な。なんか素朴っていうか色が赤と白。うん私は今ご飯食べるか食べないか悩み中。あんまお腹空いてない。さっきホミンが2時半ごろご飯食べて今3時半。そこそこお腹空いてきたからやっぱ食べようかな。食べないってこともできるけど、結局いずれ食べるのは食べた方がいいよね。今ホミンは昼寝してて、でそうで昨日一昨日とバーガーとパンだったから、なんか繊維質なもの食べてないと思って、昨日からずっと今日はサラダとか繊維質のもの食べたいと思ってて、さっき朝散歩行った時にサラダ選べなくて2種類買ってきたんだけど、なんかトッピングがもうついてるやつ、シートシーザーサラダ、トマト、こんな感じで食べていくかな。両方食べるかどっちか1個にするかどうしようかな。これ何のドレッシングが入ってた？ラズベリーポピーシード。めっちゃピンクで可愛いドレッシング。なんか開けづらい。どこから開けるの？リンゴとナッツとドライフルーツ膨らんでる。ぐっちゃぐちゃになっちゃった。なんか気のせいかもしれないけど、なんか超意識高い系みたいになっちゃった。サラダもりもりと豆腐。いただきます。結構お腹空いてきた。うんうん、おいしい。
うん、おいしい。うん、豆腐も美味しい。うん、うん、美味しい。やっぱこれも食べる。なんかベーコンビッツ入ってるけど、なんかどうだろう。まあ、いいか、入れてみちゃう。豆腐のおかわり、よいしょ。傘は大きいけど、これで足りんのかな。今から食後のお出かけっていうか、本当は自転車か散歩かと思ったんだけど、風が強いから、うん、ちょっととりあえず手っ取り早く車で景色とこまで行って、ちょっと降りてちょっとそこら辺をうろちょろ して散歩風にしようかなみたいな感じで車で出てきた。なんか雲行きも怪しいんだよね今。なになに、なかなかね、あったかい今日はのんびりみたいなのないね。なに30日ぐらいしかない。まあ確かに。さっきは湖の周りをちょろちょろ歩いてて、今は車で滝まで来た。すごい今水の量が多いから滝が結構激しい。